100% 正しい答えなんかない。精神科医カバサーショーのカバチャンネル、今日はスペインビルバオのグゲンハイム美術館からお届けしています。今日は質問いただきました。デザイナー日清さん、28歳男性。面白いアイデアは深夜にしか出ませんか？職業はデザイナーです。締め切りに追われ、デザインについて深夜まで粘ることが多々あります。そしてひらめきが降りてくるのもやはり深夜なので、深夜という時をついて当てにしてしまいます。本音は健康な生活がしたいです。私の本なんかでも昼間よりも夜間の方がアイデアが出やすいっていうね、ことが書かれていると思います。大体こういう質問してくる人っていうのは、例えばアウトプット大臣にそういうことが書かれていたとしても、他のとこまで読まないので、アウトプット大臣に書いてあるけど、創造性の 4B っていうのがあります。ベッド、寝てる間ですね、バー、お酒を飲んでる時、バス、移動中、バスルーム、トイレですね。こういう風にお風呂に入ってる時とか、移動してる時とか、お酒飲んでる時はリラックスする、ちょっとしたこういうリラックスした瞬間にアイデアが降りるっていうことが書かれていると思うんですけども、だから夜中しかアイデアが起きないなんてことがありえるはずがないですね。それがね、こういう風にカバチャンネルの質問でも多いんですけど、何々しかできませんかとか、 100% そうなるんですかとか、カバチャンネル動画で言ってありますけど私には当てはまりませんとか、そういうことを言ってくる人が多いんですけども、科学って 100% って絶対ないですからね。 100% 効く薬とかって全然ないですからね。そんなもしあったら恐ろしいですよね。例えば抗うつ薬なんていうのはたったの 60% しか効かないんです。逆に言うと 60% の人に効くけど 40% の人が効かないっていうこと。どんな勉強法や仕事術や科学的な根拠のあるノウハウでも 100% 全員がそうなるってことなんかないわけですよ。多くても 80% ぐらいの人が当てはまるとか、 70% ぐらいの人が当てはまるとか、有意差が出ればいいので、例えば 60% の人が当てはまるとかいうものでも科学的根拠があるってことになるわけです。アイデア発想してる人の場合は深夜に発想してる人が多い、それが何パーセントなのかっていうのはちょっといろいろあると思いますけども、100% ではないわけだから、昼間に素晴らしいアイデアを発想してる人でもいくらでもいるわけです。朝の時間帯っていうのはものすごくいいですね。朝起きた時に、最近のいろんな仕事術の本とかに書かれてるのはジャーナルっていう方法がありますね。ジャーナルっていうのは日記みたいなものなんですけど、思ってることを全部書き出すとか、朝起きて仕事が始まる前にジャーナル用のノートを開いて、今自分が思ってることとか考えてることとか、何かアイディアとか、そういったことを全部15分とか、あるいは場合によって30分ぐらいかけていろんなアイディア出しをするっていうのが、このジャーナルを書くっていうことなんですけど、これはものすごくいい方法ですね。ジャーナルを書く、これやってみるといいと思います。アイディアを出したい人、ジャーナルやってみたら分かりますけども、この朝の時間帯っていうのは一番脳が集中できますので、私の神時間術とかには朝っていうのは一番骨の折れる仕事をやりなさいっていうふうに書いてありますけども、アイディアや発想を出す仕事をしてもいいんです。朝のアイデア出しっていうのは夜のアイデア出しとは全く脳の働きが違ってきますので、質の違うアイデアが出てくると思います。ある意味朝っていうのは論理的であり整合性を求めた脳の状態になっているので、論理的で整合性のあるシャープなアイデアが出ると思います。夜中っていうのはぼーっとしてるし、逆に言うと漠然としてるので、論理的な脳の縛りっていうのは弱くなるので、非常識なアイデアっていうのは誰も考えつかないよ、突拍子もないようなアイデアっていうのは夜に生まれやすい。なので朝もアイデアも生まれやすいし、夜もアイデアも生まれやすいんですけど、そのアイデアの質っていうのは多少違うので、あなたがどういうアイデアを求めているのかってことに合わせて使い分けていくってことがいいと思いますし、別に朝と夜じゃなく一日の間でお風呂に入ってる間とか、あるいは電車で移動してる間っても非常にいいアイデアが私は浮かぶと思うんですけど、創造性の 4B っていうのを活用していくと日中の時間帯でもアイデアを得ることができます。だから夜だけしかアイデアが出ないなんて、そんなことはありえるはずがないので、0100思考で物事を考えるのをやめた方がいいと思います。物事が0か100か 0% か 100% かで判断できるところがありえないわけです。ぼちぼちって言っても 70% もあるし、 60% もあるし、 40% もあるし、習慣っていうのもあるし、いろんな割合があって、いろんなパーセンテージの物事が起こっていることが全て物事の中で、何かが起きる確率が 100% であるとか 1% も可能性がないとか、そういうことっていうのはほとんどありえないので、例えばこの中にアイデアを出しやすい人もいるし、出しづらい人もいるんだけど、アイデアを出しやすい人多いよというのが、ぜいぜい科学で言えることなんですね。科学というのはベターな方法を指し示すものであり、ベストな方法を指し示すことはできません。例えば今自分の目の前にいる患者さんに薬を出すと 60% の効果があるわけだけども、その薬がその患者さんにとって一番いいかどうか分かんないんですよね。確率的には高いものから順番にお勧めすることはできるけど、人によっては3番目に出した薬が一番効くということもあるわけなので、科学っていうのはそういうふうにコンビニワンとかベストワンとか究極の答えを指し示すことは不可能です。よりベターなこっちとこっちの方法があった場合、こっちの方がやはり可能性が高いよってことを指し示すことはできるんですけど、もう絶対これしかないですってことを科学の証明するってことが変なことなのに近いですね。だから皆さんが本を読んだり、こういう動画を見たり、いろんな知識やノウハウや方法っていうのを学ぶと思うんだけど、それはベターな方法であって、あなたにとって本当にベストな方法だったのは分からないんですか。
分にとってベストな方法かどうかっていうのは自分で試してみたら分かります。自分でやってみた方法最高だぜ。だから人によってはさっき言った朝のアイデア出しと夜のアイデア出し両方やってみて、朝の方がいいアイデアが出るなと思ったらそれはそのあなたにとってもそれはベストな方法で、やっぱり夜じゃないとアイデアが出ないなって思ったらそれはあなたにとってもベストな方法です。だからそういった自分なりのベストな方法を探するために科学的な知識とかカバチャンネルの動画っていうのが役立てることになると思うんですけど、そこで言われた内容があなたにとって 100% 効果があると思うんです。そんなこと分かるはずがないし、むしろ 100% では当てはまるはずがないのが科学の限界であり可能性だということで、この物事を受け止める際にですね、そういうふうにゼロか100か、必ずそうなりますかとかね、そういう発想をしてる限り、100% 幸福じゃないと不幸になるんですね、ゼロ100思考をしてると。ゼロ100思考の人ってのは間違いなくメンタル疾患になりやすいんですよ。全てがストレスになってくるので、100% の成功以外は全て失敗って考えるのがゼロ100思考だと思うので、ゼロか100かでも物事を考えてくるとすごく不幸になり、人生をつまらなくしてくるので、とにかく物事には中間がある、70% もあるし、10% もあるっていう、そういう楽なグレーゾーンもあるよってことをね、考えながらいろんなことをやっていくと、楽しく緩くいけないんじゃないかなと。精神科医カバサーショーのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。